12球団、最後の胴上げ。オリックス、2022年10月31日。千葉ロッテ、2022年10月2日。ヤクルト、2022年9月25日。阪神、2022年2月23日。うん？ 2 月？阪神は糸井の引退試合で更新したやろ。巨人、2020年10月30日。ソフトバンク、2019年10月23日。西武、2019年9月24日、広島、2018年9月26日、日ハム、2016年10月29日。楽天、2013年11月3日、中日、2011年10月19日、近鉄、2001年9月26日。4球団が胴上げをするのは、前代未聞なシーズンやったね。1チームだけ時期がおかしくない？来年の、2月の胴上げ早い者勝ちだぞ。背の阪神、あのロッテ、やっぱこいつら相性いいよ。よくできた子らやな。